なんかあのレッスン場であのそうなんですね初めての周年コンサートを出さ出らせて出させてもらって「筋肉痛痛痛 <laughs> お疲れ様です皆さん」「本日みんなあのお仕事もテストも学校も」 あのフリータさんもニートさんもお疲れ <laughs> お疲れねえそうですねえじゃんよんもおまがんなよね今日は夕ごはん夕ごはんは食べてないじゃんんあんもごさよニートさんは疲れてない <laughs> そうニートささんもさ 家でやること多いんよね、アニメとかオタ活とかやるんよだってしおんは去年ねななきのオーディションを受けられなかったからバイトしながらニート生活しててって <laughs> はんごまりょううん生きてるのね疲れてるよねそうよね 塩 <laughs> 見せ取り行ったらあかんよえ全然言わないよそりゃ言わないよ <laughs> バイトしてたニートでした <laughs> バイトしてたらニートちゃうか <laughs> そういうことかでもバイトもさ4時間しかしてないでほぼニート <laughs> そうサッカーは見ますかサッカーはあんまり知らなくて <laughs> なんかサッカーコラボさんのあれ見ましたかあれはランダムで配,れ配,りました配ってもらいましたでも日本のサッカーチームにも韓国の選手さんがいらっしゃるんですかね いらっしゃったらその人のあの T シャツをもらいたいかったけど、私サッカー知らなくて。右側をつり上げて左側を抱えるのはなぜなのかを知っていますか。できる。<laughs> サッカーは韓国人いっぱいいるよ。そうか。 シオミが得意なスポーツはあのペグペグバレーボールペグこれボーンとするやつあのスパイクがシオンほんまに強いんです <laughs> おシオンにがいい分チームに韓国ソンスがいてやったー韓国人の選手がいますガンバーさん キャンプの時みかん屋さんずっとたみゆうさんつつこっりしちゃって <laughs> ねえ違うよ違うあのさねえでもみゆさんに怒られたからしようちゃんと謝ったんであのみゆ、ね、さんね謝りましたよやりすぎましたごめんなさいってよく怒られたから <laughs> で3人でや仲良くとったで <laughs> 3人で撮った写真もあるんですよねみゆさん <laughs> でそこでさキャンプ終わって一緒に仲良く家帰ったのにそういうこといいんじゃねえよ <laughs> そうすいませんみゆさんすみませんでしたこれからは <laughs> あの突き飛ばし しないようにします。ぶっ飛ばしてんじゃねえよー。はい、手でやってます。突き飛ばしじゃないよ突き飛ばしではないや。<laughs> なあ、ほんまに。でも。はい、しおんが <laughs>。やりすぎました。 ミエはそういう話これからずっとするで <laughs> すみませんごめんなさい <laughs> え、あ、いた最後ドドドだったんですよね最後みんなさキャンプの朝からドグヤッシジの歌めっちゃ練習してくれて本当にもうね、本当に嬉しかったドグヤッシジの歌が入るなんて分からんかったから 線を出せ <laughs> こんばんは最高みんなやってくれてありがとうございますライブ楽しみみかにゃんはみんなのミカのやではいそうですよしおんのじゃないよ <laughs> え道具やしに通っておたろうでと通っておたろうド。 急な線を出せ <laughs> バーベキューめっちゃ美味しかったあの皆さんキャンプどうでしたシオンはお父さんを似てますあのシオンめちゃめちゃあの足が遅いんですけど高校の時代の時はあの7秒か8秒になって でも卒業してあんまり走らないからめちゃめちゃ遅くなって NMB に入った時最初の時もレッスンとか本当にしんどかったから、えー、卒業してあんまり運動とかしてなかったから本当にしんどかったんですね。<laughs> 道具ふやすいもうよく行きますよねあの数字とか。 そう。体力落ちますよね。<laughs> 得意なスポーツはバレーボール。とかバド,ベッドミントンバドミントン。マリンさん、本当に早かった。後ろが怖かった。あの。遅いって言った。言ってたんですよ。一緒に八番台の、あの八番で踊って。 はい走ってマリンさんに「マリンさん早いんですか?」って言ったら「マリ遅いでー」って言ってくれて「よかったら潮も遅いのによかった一緒に頑張りましょう」って言って走ったのにめっちゃ早いあの後ろでめっちゃ早くもこうバーンって来てきて「どうしようもう抜かされる?」って思って申し訳なくてほぼちょっと抜かされましたよねはいものまネ、ね マリンさんの声あの声あマリンマリン遅いで似てる <laughs> はい水鉄砲隊は本当に <laughs> 面白かった <laughs> あのもっと上楼だったんからもっとあのみんな可愛いからみんな可愛いお花だから水をあげようと思ってこう上楼でみんなを。 潰すって思って言ったのにさあのモモネさんのスポイトにやられて最初からさ <laughs> シオンにおかえのびは何私はおかえが大きいんでよ、40... ちょんど大きいスポイトねはし初めてスポイトをモモネさんが選んだときに本当に面白くて最初からスポイトがちっちゃすぎて え、スポイトの人もうほんまにおもろすぎるって思ってさもねさんが撮ってたからほんまにもうからかってえも、ー、百音さんスポイトって思ったのに <laughs> スポイトにやられた <laughs> もうほんとにスポイトに負けるのあり,ありなんですか <laughs> 面白い趣味うんざんめのオや テティーボーボステーキ美味しかった1個,し1個しか食べてないけど <laughs> 他のあのどんなバーベキューだったんですかあの野菜めっちゃあってコーンとかキャベツとかソーセージもあってあのベーコンもあってえっ厚切りベーコンもあってあのまた何やっけめめちゃめちゃあってあのベーコンも美味しかったし本当にもう天国。 天国でしたもうた本当に美味しかったコーンがめっちゃ美味しかったけど豚ハラもあったんですよね本当にサンギョプサルもあったねももかさんが料理の時に隣でサンギョプサルを韓国の肉ねサンギョプサルの肉を作ってて本当に懐かしくて懐かしい匂いねって思って終わってからあのコロナ対策を守って ちゃんと一個もらいましたこうやって美味しかった <laughs> で。で終わってからコロナ対策を守ってユずあさんの美味しそうなご飯とこわタさんの美味しそうなリゾットも食べたフワさんの,あのお菓子も食べた韓国さんですかね産業っつあるね。 韓国産っていうか産業フサルっていう言葉が韓国の言葉やからもう本当とに柚澤さんやばかった柚澤さん本当に美味,しく美味しそうに見えてもうほんまにこの人は結婚したら本当に料理ができるからもう旦那さんは嬉しいなーと思ってえー、結婚したいと思ったふわ <laughs> さんもお菓子も美味しかったよなんかママシュマロをこう焼いて お菓子の中にこう挟んでもらって三 <laughs> ギョプサルのミョンギナムリジー <laughs> ミョンギナムルあの韓国人はや,やっぱりキムチと三ギョプサル一緒に食べてるんですけどキムチとかあのいろんなことを混ぜて食べてるんですけどミョンギナムルっていうあの草があるんですよえ草 <laughs> あ草 おかずがあってミョギナムルとサンギョプサルをこう巻いて食べたらほんまに美味しくてマジで美味しい <laughs> サンムもうほんまにね大根大根なんか美味しい大根とサンギョプサルって食べたらめっちゃ美味しいほんまに美味しいやばいやばいもうさもうコンサートさ頑張って終わったらさ あの、三玉菜の店行こうと思って。ほんまに行くわ。<laughs> 結婚したい人多すぎてさ。無理。え、宮根よダイエット中인데、三玉菜먹고싶たちょっとダイエット中です다。し俺、勝ちコンサート、끝날때까지먹지말아요 <laughs>。ね、コンサートまでめっちゃダイエットしてるから、 はい、コンサートが終わったら食べますでまた若にゃんさんと韓国チキンとか食べる予定だから終わったらななんか <laughs> たくさん韓国のことを教えてほしいな韓国のことえ韓国語だと早口韓,語韓国語うはんとっぱるんがよ。韓国語とっぱるんがよ 시온아 살쪄도 되니 고기 많이 많이 먹어. 뻥치지 마요. 시온이 살이 좀 줘야 건강해. 뻥치지 마요. <laughs> 에, 하야구치는 하야구치 ですね. 한국어고 엄청 구치 하야구치. 시온. 가루프라 못해 나이. 네, 민난. それ好き? 네. それでも好きだよ.みんな褒めてくださって 本当に嬉しかった。しおんにが子供も病でどアクセルアイクや、ポンチチまよ。<laughs> ねしおんがさ、しおんがそれでも好きだよ。本当に好きで。あの、指原さんのそれ好きも好きやけど、あの、AKB の紅白歌唱戦のパルルさんの それでも好きだよが、マッチで好きで、本当に好きで、しおんは。あ、ポンチジマヨは、あの、嘘つくな、です。嘘、嘘つくな。ポン、ポンチジマ。パルルさんも好きで、リーノさんも好きで、でも、あの、パルルさんの、 ちょっと歌声がめちゃめちゃ好きで,でまゆさんも大好きまゆさんの光る者たちを私はいつかコンサートでソロでやってみたいです光る者たちはあのなんかこうサイバーアイドルみたいなこうまゆさんを見たらよくわかるんですけどまゆさんは CG なんですよねだからサイバーみたいな感じでこうなんかこうつけてて 歌番組でもう当にかっこよくて永遠プレッシャーめっちゃ好きなんですしおんほんまにもう顔がお顔がやべい、お顔が本当にかわいいエレクトリックで声おそうそう,そう本当にそうソロコンサートやったらいいんですねはいなんか初音ミクさんような初音ミク先輩みたいなこう歌なんです光る者たちはぜひ いいてみてみくださいシオンが大好きな歌なのででまゆゆさんだったらあのシンクロドキメキも好きでえっとシンクロドキメキとすあっ順順序ソーダ水もいいなソロで歌ってみたくない,いえー、なんか好きやけどなんか全部歌えないから <laughs> ソロで歌わせてもらおうかじゃん。 カラオケでな、ショールームの番組とかでラッパもかわいいですほんまにかわいいボカロはフーアに聞こうえフワさんはボカロ好きなんですかあ止まった <laughs> 初恋はこんにちはいいねコ,コナさんがやったやったんじゃないかあれ<る>初恋よこんにちは違うか分からへん ボカロはイピーさんそうカラオケの時にイピーさんがボカロを歌っててなんか「膝つきなさい」って言って「うっ嬢様や」と思ってカラオケミッツつでやってたそうなんですよねシオン何でもしてるで君だけにチューチューチュー好き渚さん大好き その時渚さんほんとに忙しいらしくてしおんが一回コンサートの時ちょっと不安で怖いですって言ったら渚さんも私もなんかテン持ちの時に A b の兼任で NMB のコンサートもあったからほんとに時間がなくてしんどかったってでも渚もちゃんとやってたからしおんもできるよって言ってくれて。 ほんまにもう元気でた出てた渚さんもめっちゃすごいほんまにすごい尊敬してる11月アンコリートいいんですよねショートカットの夏もいいよほんまにいいよさやねさんとあのこう桃花さんも一緒にやったんじゃないですかあれめっちゃよかったあと充電します お肉ごってもらいたいなおごってもらいたいないたいなぎさんは本当に優しいんですいつもお疲れですよなぎさん今日も見れてよかった充電できないなプライオリティも私前から言ったんですけどプライオリティ大好きなので一回私も いつかやりたいんですってマネージャーさんとかに言ってた塩は iPhone です君のカッ,プカップリングウィーズもう好きそれやってたよな NMB さんがね充電できてんのかなこれ一 <laughs> 回ちょっと止まるんですね一回ちょっと止まります あできたできた悪気は5年後ぐらい <laughs> 2年後ぐらいキャンプの話うんー何しようキャンプはまず朝に一緒になんかナ期だけこうナ期で廃車でこう行ったんですよ車で。 で即興がみんなわちゃわちちゃゃで水修学旅行みたいな感じでめっちゃ良かったでうわさんと一緒にこ乗って朝あの車でパンを食べて本当に朝の修学,修学旅行みたいな感じで本当に好きもう大好きでも帰り,帰りの時はシオン端っこが本当に好きなんですよ だから車,あの車のみ一番後ろの端っこで座って寝た <laughs> そうちかぽよさんが短パン忘れちゃって <laughs> で「で肉食べんじゃねえよ」ってあのツイ,ッターされツイッターされてんですよね <laughs> 朝は寝たんですよ朝はなんかこう ちょっと時間かかったから最初は音楽聴きながらこう周りを見たんですけど周り見るのが好きででもちょっと1時間ぐらいはもう首なんかこう折りそうになって寝ちゃってめっちゃ寝た朝帰り道あんまり寝てないなんでだろう興奮しててあのキャンプが あの楽しすぎて。興奮してた。ええ。花火少なかったんですね。<laughs> なんか雨降ってたから。こう火が消えたり。したら赤かやから。でも雨がちょうどいい時間に。こう止んでくれて。本当によかった。 うった上手かっとかたよありがとうでも朝からリレーとかして「いけいけとか言って声が本当にカラカラになって多分あのカラオケの時ちょっと間違ったらどうしようとか思ったんですけどでもよかったお山奥だったんですねその日はでもお昼はめっちゃ めっちゃ暑かったんですけどなんていうかあの寒かったんですね夜になったらねでもこう大阪帰ってすぐす次の日にめっちゃ寒くなってね今日も寒いしもうこれからみんな気をつけてください寒くなるので「虫出なかった?」ってめっちゃ出ましたハチがねハチもめちゃめちゃ来て まったハチ来たーって思ってなんかリハーサルもあったんですけどその時にハチとか来てから来てたから、ま、めっちゃ逃げて潮もほんまに虫嫌いからやからえ富藤山真っ白だったよって雪でそうキャンプの日自身があったんですよね大丈夫でした 京都の方だったかなあれって韓国すごい寒いんです富士山じゃないの富士山 <laughs> 富士山じゃないの富士山富富富士士士山山山じゃないあ富士山かはい富士山 あの,あのでも藤井さん富士急の富士急のジェットコースターが富士山って名前なので私がちょっと間違えました富士山そうあの韓国は冬になったらもうマイナスのマイナス25とかなるらしいもうロシアですロシアマジで 寒いシオンはか体がね体が冬とかになったら水分が足りなくて水分クリームとか塗らなきゃあかんなんですよでもそれをなんか面倒くさいと思って高校の時に背よく着たんじゃないですかえっとスカートで登校とかするんですけど学校行く時にな寒すぎてもうあの足血出てた。 ほんまにねえー、後ろのクマこれは <laughs> いやあのクマは気にしないでください一緒に住んでます何 <laughs> <なん>か, <laughs> か何してんのあんた何してんのどこ見てんのどこ見てんの 寒いのは苦手ではないけどでも日本の冬がまだまし日本はあの,みあの長いパディングあのなんていうジャ,ンジャンパーなんていうのそれじゃなくてコート1個だけでも耐えれるからましだったうん。足とか もうね、ダウンとかねいらなかった熊動いてんじゃないです動いてないえ動いたら教えて <laughs> 熊ちゃん寒くないんです熊はあの綿ぼこりがいっぱいあるので暑いと思う あの子は名前ないんですね。<laughs> あのダイソーで適当に買ったやつ。ごめんね、くまちゃん。なんか一人暮らししてて、一人やからちょっと寂しいなと思って、あの、すごく欲しくて、ちょっと適当に買いました。ねえ、クおいちょっと待って。 ねクマなんか顔とかすごくね腕がねめっちゃ変なんよこれなんか変じゃねなんか抜けてるめっちゃ抜け抜けてるよ腕がな顔もさちょっとしょうもない顔してるんじゃね なんか何笑ってんの <laughs> ってなる何<笑>,笑ってんの <laughs> かわいい <laughs> ねえほんまになんかこうついてるバランスがほんまに変ですよねそう腕がなんかついてるバランスが変やからちょっと変だなと思ってかわいいと思ってあの私変なのが好きなんですよ あんまりこうかわいいってマイメロちゃんとか可愛いんじゃないですか女の子好きやけどシオンはあんまり可愛いの好きじゃなくて <laughs> こういうちょっと変なやつが好きでダイソーで見かけて絶対買ったもうマジで欲しいって思って500円ぐらいやったけどあの一人暮らし寂しいからね買ったんですそうなんですよえちょっとねポカスポカス そうなんですよ俺はシアンさんが好きです本当に <laughs> ありがとう線を出せあちょっとね見えるわせを出せ線を出せ,線を出せ千円、千円いらないねちょっと唇動いてんなちょっと <laughs> やばいな私は オンさんさが大好きでーす私もクマちゃんが大好きでーすはいバイバーイ <laughs> また一緒に寝よう <laughs> なんか口動いてるねんけど <laughs> えなんかごめんクマちょっとひどいねごめんあーごめんわごめん ほいはいごめんクマ <laughs> にも命があるので <laughs> ごめん尊敬なおんだ運命始ませよあんで UFO キャッチャー はマジで塩下手でも若菜さんが本当に若に若ニャンさんがね UFO ャッチャーかキャッチャー本当にほうまいうげうげうめうめクレーンゲームえ好きなんですかマイティさんも グレーンゲームシオンも難しいや,やらないあの UFO キャッチャーとかにゲーセンに行ったらさシオンはお金取られるから絶対行かないだってシオンめっちゃ下手くそなんですよ UFOUFO! UFO! <laughs> まあ、UFO ね6000円取った6000円で取ったの <laughs> じゃあ普通にダイソーで500円であのクマ買ったらいいよ <laughs> あのクマ可愛いし一緒にめっちゃ寝てるんですよなんかこうこういう扱いされてるけど実は夜に一緒にこう抱っこして寝てんですよプリクラは好き プリクラーはよく行きます普通に買おうほんまにね6,000円だったらさにんあのぬいぐるみを6個も買えるよ普通1,000円ぐらいだったらな <laughs> あれはやばいにんぬいぐるみ3個買って美味しいご飯食べれるよあのマイティさんはマックが大好きやからマックマックで。 食べ6,000円だったらマックを全部食べれるよプリクラは誰と行くのえゆずあさんと一緒にいてゆずあさんだけしかない今はあのま,まだ入って2ヶ月でまだまだこういう外でデートする機会がなくて <laughs> そうマイティさんはマクド好きなんんですね <laughs> みなさん知らなかったんですかマイティさんがマクドを好きってことをマイティさんはマクド大好きでもシオンもマクドが大好きでで劇場のスタッフさんがいらっしゃってシオンがマクドが大好きだから あの公演めちゃめちゃあの頑張ってるっていうか褒められたんですでスタッフさんにあのめちゃめちゃ行って「お疲れ様です」とか劇場を毎回なんか行って挨拶してるんですけどあのスタッフさんとめっちゃ仲良くなってシオンがマクド好きなのバレちゃってなんかスタッフさんにマクドのクーポンを。 もらいましたあのただのクーポンをもらってなんかあのスタッフさんが本当にお母さんみた,くみたいに優しくてやっぱりしっか,しっかりこう叱ってくださったりこう褒めてくださったりして不安な時はなんかいっぱい言ってくださって本当にお母さんみたいな人で塩うまく好きだからクーポンもらって本当に感動してもう泣きそうになった。 無料クッポンは熱い本当にそう三角チョコパイ食べましたなんかねあのチョコの味を食べたんですけどチョコのクッキーがクッキーのかけらが入ってる次はカスタード食べてみたいマックうまいんですよね塩はマックが大好き、うん フィレ,レオフィッシュも大好きだし全然もう全然全部好き三角チョコパイは日本メクドナルドで期間限定で販売しているチョコパイ입月見バーがおいしそうだったわ本当にそう韓国のマクドとちょっと違いますね まずフィッシュバーガーとかないと思う。シオンが日本に来る前まではフィレオフィッシュとかなくてえっとねビッグマックは一緒やけど多分めっちゃ違う。くっちょち。たるじゃん。え最近の韓国のマクドにはチューロースが出てたらしい。 韓国もフィレオフィッシュが出たってそうテリヤキバーガーとブルゴギバーガーっていうあの手番のバーガーが違いますねもうマジで違くて驚いた最初は最初東京の旅行した時にマクドの看板があって見たけどマジで違くて塩に関西弁するのが日本皿で登るタイ ハントッペギ走れなんやっけロバート・ハーリーさん知ってますか <laughs> ええー、もう全世界でブルゴギバーガーは韓国しかないってンあの方は うん、<laughs> いたすいませんすいません知らんかった知らんかった分からんかった犯罪してたってすいません <laughs> はいなかったことでなかったことでなかったことで なかったことで <laughs> さあそしてあのキャンプの時さマジで楽しかったキャンプマジで楽しかった <laughs> あのののシオンの地獄トトーストどうでしたか最初は本当にバエでめちゃめちゃ頑張ったんです もうおいしく作ってみんなに女子力アピールしようって思って作ったけどなんか変になっちゃってこれはいっそちょっと地獄を <laughs> 地獄にやってみようかと思ってまあね近いうちにハロウィーンが始まるからねイブンハンゴゲニエよねえハンゴエよ 韓国人でですすそうなんですトーストはもう <laughs> はいこけた <laughs> もうこけてさ最初めっちゃこけてあのナイフでこ,うこけた部分をこう切ってもらいましたみんな見ないところで <laughs> そうフレンチトーストにしたらよかったのになんで卵を入れたなんかあの SNS でこう食パンに 穴を開けてその穴に卵を入れてすごく美味しそうなトーストがあってそれの真似をしたかったんですけどなんかシオンがやったら違くなってだから地獄のトーストにやってもらいましたあの毒のしい毒のたをちょっと飾ってなんかプランケンシュタインみたいなあのネジをとこう。 バーってさっさと刺さ,さってケッチャップでチーを作ってハロウィン地獄のトーストをでもあんまり面白か面白くなかったよなあんまりみんな笑ってくれてなかったよな笑ってくれくださいあんまり面白くなかったごめんなさい悔しいわ 韓国もハロウィンがあ,れあ,ありましてミ <laughs> ユさんのやつがやばかったよな <laughs> でもあんまりミユさんのこうマシュマローは美味しそうだったよ<笑><笑>あのハロウィン韓国のハロウィンはあのねなんかみんなこうホンデっていうところとかイテウォンっていうところでコスプレとかして みんな写真撮ったりワワイワイしてる感じでもしおンあんまり人多いの好きじゃないからハロウィンの時には「ハロウィンってなんだ?」って思いながら友達とご飯食べたり家でチキン食べたりしてた「ハロウィンってなんなん?」ってなってしおんはインキャなんですよ ね今年はイカゲームのコスプレやんなシオンイカゲームやりたいんだけどコスプレ <laughs> うんあイーテイワォンのドラマあバック・セロイさん <laughs> ちょっと流行ってましたよね シオンチュリーニングが大好,き大好きだからイカゲームのコスプレやってみたいけどイカゲーム、ね、こ,これもちょっとイカゲームっぽくないなんかこっちにジーパーあったらな。だるまさんが転んだ。 ゲ誰か分からんけどあのえ誰さんだっけ女の可愛い女優さんがおりましていいだるまさんがコんだトトトトトトト痛いあの膝めっちゃあざつ あざができて痛すぎる今日もレッスン上で転んできただるまさんが転んだじゃなくてしおんさんが転んだですレッスン上でめっちゃ転んだもうめっちゃ痛い足、あの膝すぐあざつくからねはいすぐあざつく あ、床の間ひざあんまり痛くないと思うけどなあもうすぐ3,000人やったー <laughs> 目指せ 5,000?5,000 <laughs> 5000まではいけないよなんか若ニャンさんが今日お隣でそうですレッスンでひざにあざができてもう自主練の時も 膝にあざつくほどめっちゃめちゃ頑張ってレッ練習してたってことわカニゃさんが今日あのコンビニのアメリカンドッグを食べててほんまに美味しそうに食べてたからしおも一緒にコンビニに行ってアメリカンドッグを買って食べた <laughs> 昼昼のご飯でしたで夜ご飯はあはヨーグルトにしようかと思ったんですけどあの 踊りりすぎてて水分が足りなくてアクエリーとかお茶とかうろん茶めっちゃめっちゃこう飲んでてもう今お腹パンパンになって夕ご飯いけないわと思って今日はちょっとやめようと思ってもう寝るであ明日の朝に食べるジャンクフード好きです好きなんですよ でもお米も大好きだからしよう今日の朝は親子丼を食べましたライフのライフ大好き저녁밥と組むうーん지금배불러よ。お腹パンパンです今は朝今日の朝はお米昨日はパンでした朝で明日はまたパンになる予定です ロカボーっていうコンビニであんまりちょっとカロリー高くないパンがありまして最近あのパンがめっちゃ好きになってロカボーのパンがタマで大好きねえシオン最初に日本来た時にタ,でタマでさカードできないやんクレジットカードがでもシオンそれをわからなくてタマででおかずを買いに行くと思って あのエビフライを買うつもりで行ったのにカードできなくてもうあのおかずを戻,戻してきてタマでを出ましたタマで悔しいタマで好きなのにお菓子とか最近食べないんですねお菓子大好きやけど最近は食べない食べる時間がないし えっと、ダイエット中なのでちょっと調節してますタマで,でクレカは笑うでもライフはできるからねタマデさんに行く時はクレカを持っていかないように現金で行くの行くタマデは安いんですねでもどんなドーナツも食べてない 最近はおにぎりかロカボのパンを食べてたり朝はちょっとごはをちゃんと食べたりでヨーグルトは毎日食べて飲んで,でサラダチキンはちょっと木が食べたい時だけサラダチキン食べたりうん。 パムーチョ何ですかミスドにハロウィン出てきたよななんか見たんですよだからあのダイエット始まる前にミスのハロウィンのさいちごのハロウィンのやつ一個食べてた韓国にもたこ焼きがあるんですけど大阪みたいにこういつもどこにもあるわけではないですね もうすぐハロウィンですよ。ハロウィンナイト。ハロナ。ピーブはめっちゃ早い肌白いって。でもこれは、ヒルタなんです。ヒルタさんをつけてます。え、でも、シオン黒いと思うけど、なんか友達とか周りの人が、シオン白いねって言って、 そんなに白いんじゃないけどちょっと白い方かなって <laughs> そっちっけフィルターですでもフィルター外してみてもあんまり変わらないですこれ白肌でも今日ここなさんとズ澤さんがいてズ澤さんのとこ行って 疲れたーって言ってコ,コナさんもお餅を食べていてでコ,コナさんがめっちゃめっちゃ白くて「コ,コナさんめっちゃ白あだですね」って言ってコ,コナさんは予想通り餅を食べてました白さふわとえふわさんめっちゃ白いんですよ。 いいい勝負ではないめっちゃ白いフワさんはココナさんはめっちゃ白いココナさんはえー、なんか仲いいっていうのは申し訳ないけどまだ入って2ヶ月経ってるからみんなと「仲いいです」とか言うのがまだまだ申し訳なくてでもココナさんともちゃんと話しってみたり。 あの一緒に写真撮っててあの前お話会出た時にココナさんとユーザーさんと3人で写真撮ったりなんか一緒にカマキリのモノマネを動画撮ったんですけどあの動画さ後ろがちょっと人がいっぱいよって「わっ <laughs> 落ちた!」。後ろにひ人がいっぱいいて乗せられへんくてでも一緒にカマキリをしてましたココナさんと。 事故ですこれは申し訳ないミヤネよ <laughs> はいでココナさんに自撮りをあの緑の電波で送って「一緒に韓国料理食べ,食べましょう」って言って「えっめっちゃいい」って言われました ススロー DD 라고청하신게맞습すかはい。ねはい、私は DD です。あ、ミヤネ屋じゃなくて、ごめんっていうのがミヤンっていう韓国ね。七期生、うん、ココナッツさん好きなんだ。知らんかった。 一生さんも好きあのねさやみるきさんは最強だと思うディディシオンの推しがディディでも大丈夫なの何言ってんのディディ何言ってんの ィディ、DD? DD? <laughs> あかんなあ,あかんわ <laughs> でもあの DD でもあの DD でもしおんがしおんのこと応援してくれてしおんを大好きで言ってくれたら。 大丈夫だけどリリはちょっとあかんなあ,あかんですよねはいそういうことで <laughs> そういうことででそうそうシオンが一番はいいよでもなんかシオンがにほにヨシとかシオンも あの気になってますとか言ってくれても全然嬉しいやからう、まあ、嬉しいけど嬉しいよ嬉しいけどディディはシオンだけシオンはディディやけどみんなはディディダメだよ <laughs> シオンディディなんかなでもメンバーのディディとかよりあの人が好きなんですよシオンは。 人が好きでメンバーをあのお顔とかで写真だけ見たらどんな性格が分からんじゃないですかでもあの実相手見たらこんな性格なんだこの人はこんな性格なんだとか思ってあの好きでみんなあのことをちょっとこう染まっていって好きになってなんかファンの人も。 ファンの方もシオン大好きなんです。なんかこういう人は今日今日こんな返事してくれたんだとか、大場面の返信とかよく見て、あ、今日はこんなことあったんやと、とか、みんなの性格とか、あの、ちゃんと出てくるから、人の性格とか分析するのとか好き。なんか人、人間、人間が好き。シオンは。 だからメンバーさんでだけじゃなくてスタッフさんも大好きだしあのマネージャーさんとかにもよく行ってあの手繋いだりしてスタッフさんとも手繋いだり「好きです」とか言って振られて <laughs> そうなんです。モバメの変身。 もうちゃんと見てますから誰かが今日テストって言ってたからな応援しててるよテストの勉強頑張って近重さんはねいつもシオンがお菓子が好き好きでシオン見かけたら「あシオンちょっと待って」って言いながらなんかどっかでお菓子を持ってきてあげるわって言ってくれて。 なんで毎日,毎日私にお菓子をくれるのかわからんけど NMB のスタッフさんとマネージャーさんの中でシオンのイメージが食いしんぼでお菓子大好きやからなんかどっかに行っても近重さんだけじゃなくて他のスタ,スタッフさんがシオンに毎回お菓子あったら「シオン食べる?」とかあげてくれ,くれて <laughs> ほんまになんか嬉しいけどどんだけシオンが食いしんぼになってんね なってんのとか <laughs> すごく嬉しいやけど <laughs> なんか <laughs> みんなしおんのことをちょっと優しくしてくれて嬉しいけど <laughs> そうダイエット中なんですだから最近はあんまりもらってないあの会えてないんですねスタッフさんと。 だってしおんはレッスン場で朝から晩までずっと練習してるから会う機会がなくて <laughs> えどんなお菓子だったっけ前はあの野球のチョコスティックとかをもらったりあの結構和菓子とかあって和菓子もらったりあのそうなんですね多分チョコとか <laughs> チョコももらった。 だから、ンはもらうだけは好きじゃないから、みんなに、あー本ランバーですね。だから、みんなにもらったら、こう、ちゃんと返したいから、近重さんにももらってたから、ちゃんと返し,しました。何やっけチョコ、チョコを1個、いかがですかって言って。あ、チョコバットですね。あの、そうなんです。なんか野球のみたいな、こう、こんな感じの、いっぱいおった。 いつかウィルビアイドルの公園行きたい。来てください。しよちょっとこういう感じのね人で <laughs> すぐ見つかりますよ。何を開始したの？チョコレチョコレートです。ホンランバーはアイスえアイスじゃなくてホンランバットです。チョコバットです。 クイズ好きクイズつけてんの知らんかったうまいもん好きシオラスクの味とかチーズの味が好きチョコバットみんな優しくて大好きですアイスは昨日なんかコンビニで売ってたチーズケーキのアイスがあって 一個食べてみましたアイスでもコンビニが作った定番の,あのソ,ソフトクリームがめっちゃ美味しいなんかクッキーがめっちゃ好きワッフルのクッキーガリガリ君はあの。 ラ・フランスとか好きなんですね。コンポタいいんですね。明太子もね。最近、じゃがりこが、明太子クリームの新商品が出たので、あの、買っちゃいました。<laughs> ファミマーの、セブンとかファミマーとかのローソンもあるしあの、ソフトクリームのワッフルの。 있ってる や 아이스크림 다이어트 한다면서 먹어도 괜찮아? 누가트림면 어떻게 해? 쉿. 쉿. 비밀 우리만의 비밀 자가리코와 사라다. そう,사라다가대番이었けど 조용히 해, 눈치 챙겨. しおみんの木パンやりたいしおみんも一回やってみたい気画があって朝早くあの松屋さん松屋とかすき家が好きなんですよだからめっちゃ朝にスケジュールあった時にレッスンがあった時にそのレッスンの1時間前に松屋に行って1人で。 牛丼ミニ牛丼なんですけど <laughs> 牛丼を食べてレッスンに行ってめっちゃ元気で踊りました踊りりままししたただからあの喜楽をやってみたくて <laughs> えっとね YouTube とかも,もう後にやってみたらやってみたくてあのね一人で松屋に行って松屋って結構サラリーマンさんとかあの結構おじさんがいっぱいを いいらっしゃいましゃまてそのサラリーマンのおじさんの隣で <laughs> 一人で食べてておじさんと一緒に喋ってみるって企画をやってみたい <laughs> あの女の若いアイドルが一人で町屋に行っておじさんと話してみたっていう企画<笑><笑>はいサラリーマンのおじさんに。 今日も大変ですねとか言いながら一緒に牛丼を食べてるって面白くない <laughs> でもマネージャーさんに言ったら「それ何?」って言われた <laughs> なんかあんまり若い女の子は好き屋とか松屋とか一人で行く人があんまりいないって言ってそうなんだと思って <laughs>「牛丼に卵かける?」って。 かける時もあってかけない方もありますよそうなんかおじさんといい天気ですねねえ今日も大変ですね牛丼美味しいですかとかいい天気ですね <laughs> そうあ若い人はテイクアウトのイメージそっかシオンは結構一人で行くの好きやから 牛丼じゃなくてもどこにも一人で行って食べるの好きだしもちろん人と行くのも好きやけどそう吉野家すきやまつやは男性の方しかおらんです <laughs> 一緒に牛丼食べよ <laughs> トッピングはあんかけないですダイエットででもトッピングだったらなんか チーズの牛丼も好きだし <laughs> トラップだと思う <laughs> 違う違うシオンもシオンもおじさんですから牛丼も CM 来ないかな本当にねあのね今好きはねとみさんが石原さとみさんが CM やってて 塩まだまだ先やなーってメイクさんに「塩も牛丼 CM やりたいんですね」って言ったら石原さとみさんが CM や,やってるよって言って「塩まだかな」って「絶対まだ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  <laughs>」ってなってチーズ牛丼いいんですよね塩味さラゲ納豆 <laughs> 遊びに来たよありがとうございますえ何やみさきちゃんも一緒に牛丼食べてゆくのはどうどうえみさきさんはでもえなんか好きそうそういうの言ってくれそうしおんと一緒にあんまり禁止ないから周りのこととかマイペースな感じ シオンと一緒に行ってくれそう <laughs> じゃ一緒に誘ってみようかな <laughs> カッカー受ジせよ <laughs> 豚どももううまい豚ども好きケイトさんは行ってくれるんかなケイトさん <laughs> ケイトさん大好き仲良しシオミン シオンにシオミンん短い髪めっちゃしてたよ。高田学生ってめんならダンバったよ。夏になったらいっつも暑いからこっちまで切ってた短くやってた。でも今もやりたいけどあんまり研究生の時はシオンがあの短い髪になるのできなくて。 写真撮るやつ、なあ、純芸。あ <laughs> とで短い髪の写真、昔の写真送りますね。モバメとかで、ブログとかで。そう、長い髪に決まってるんですよね。ああ、でもあの加入してる時の髪の毛にならなきゃあかんから。そう、短い髪にもなりたい。 そう、高校、この学校はン国です。ン国です。そう、牛丼のカロリー見たら本当にビビるからしよう。だからいつもミニとかやってる。ミニでトッピングなしで食べたり、牛丼あんまり食べないけど、あの、ココイチもカロリーやばいんですよ。一食で。ミニじゃない方。1000カロリーぐらいやってる。いつもさ、カロリー見てないから、あの、 ココイチの普通の波盛りであもう大盛りにやったこともあるわ大盛りとかで波盛り大盛りであのカニのコロケットとロスカツとソーセージとチーズをトッピングしてさ波盛りとかあの大盛りとかして全部完食してたんよでも普通でも1000カロリーだからもう やばいやばかった今はそう食べてないけどねでもカロリーでカレーでさカレー痩せれるって言ってたからな塩めっちゃ食べるの上手なんですよね大盛りとかでカニコロッケロスカツチーズえっとソーセージ <laughs> 美味しそう大好き全部食べる完食するお箸使うの慣れましたかそうなんですね韓国はお米食べるときはスプーンでも食べるからでも韓国でも塩はお箸でご飯を食べてたんですよスプーン使うのがちょっと スプーン使っておかずの時はお箸だからちょっとめんどくさいなと思って全部お箸で食べました <laughs> でも丼とかはねつゆとかかけたらあのお米がサラサラになるからちょっと難しいねそうねワインもそこまでトッピングしないって言ってた言ってるよなそうシオンめっちゃトッピングしてるよな

食べ物の話してるからおはれおはらへて減ってるないってめっちゃ減ってます <laughs> ドラえもんものまねドラえもんのものまねねじゃあやってみましょうジンゴやこれはね韓国のドラ,ドラえもんなんですよでも似てない <laughs> ミカナとキャンプで話しました はいミカナさんもあの「めっちゃ可愛いんですね」とか言ってたしおんがえっ野幡くん野幡くん分からへん韓国ドラえもんもですけど韓国ドラえもんも似てないけどな <laughs> 全然違う <laughs> え、ミカナさんと撮った写真可愛かったよって本当なんかミカナさんがめちゃめちゃ美人やからちょっと申し訳ないないってでもシオはこれからまだ入ったばかりなのでめっちゃ先輩さんと仲良くなりたいなと思ってなんかこうお仕事が一緒にかぶったらおしゃべりしたいしなんか一緒に写真撮って載せたいから。 これからはいろんな先輩との写真を載せたいと思いましたしおみこんばんはこんばんは <laughs> なあ 選抜入るといいないつかはね選抜入ったらいいんですねでもみんな今回のコンサートも楽しんで楽しみにしてください今回の17年コンサートはほんまに師匠も楽しみですそうさきさんが写真載せてくださりました 見頑張ります27枚目の囲碁は可能性あるかもおそうなんですかね <laughs> 頑張りますセットり言わないよ <laughs> そりゃ言わないよお見の選択曲は楽しみに <laughs> 昼も夜も入るよ よかったよかった。本当に楽しみシオンはね次の,あのシングルとかはマジでシオンとか入ったばっかりだから昇格もとか本当に期待してないけど次次次ぐらいは入りたい <laughs> じゃなかったら次次とかは入りたい次次次とか次次次次次は入りたいだからいつか入りたい <laughs> 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 次は悪いけど難しいと思うけどね次は潮もあんまり期待してないです期待してないでもいつかは出れるように選抜になれるように頑張ります昇格とかは本当になんかこうみんな昇格したらいいねって言ってくれて嬉しいけど。 なんか入ってまだこう立ってないのでまだまだ研究生のままでいるのかなってちょっと予想してますしおんがなんでそんなこと言うのって <laughs> ありがとうございます本当にでもしおんもいつかは絶対入る。 絶対入るように頑張るわ。絶対入るわ。もしおみなら絶対センター取れるよ。ありがとうございます。しおみは絶対センターになりたい。でもこう言って大きな夢を持って言い続けたらあのもし 先端になれなくてもいいことになるからいいことになるだから夢は大きく持った方が師匠はそう思いますみんなも夢を大きく持ってください期待してますありがとうございます今何時ですか 楽天、楽天、楽天的な人生を過ごしましょう <laughs> え。え九時かまあもう十時ですね。十時に寝る。明日があるので <laughs>。今日は実は最近はほんまに疲れて疲れてて。 ショールームしなきゃショールームしなかって言ったら言ってなんかできる気がしなくてでも今日はちょっと明日はちょっとね何もないから自主練だからちょっと今日はショールームして寝ようと思いましたそうね後ろのクマさんが可愛いって一緒に寝ます今日。 しお寝るの早いんかなえー、でもなんか NMB さんになってメンバーになってからは朝早く起きて自主練とか行ったりなんか結構朝早,よ早起きしてるから遅くても1時2時には寝る。 でも十二時とかに寝た時もあって。十一時に寝た時もあって。今日は。今日はちょっと十二時に寝そう。十一時に寝そう。うん。ええ、みうりんさんの推しでしたか。しおみおすわ、ありがとう。ございます。写真集三冊買うわ、ありがとうござい。ます いつになるんだろう写真集でも水着いないとね写真集の時は水着いいと思いますだって水着はねそんなに悪くはないよ海海辺にいたら水着がいっぱいおるおいらっしゃるから悪くはないと思うんですよでちゃんとダイエットして体がきれい だったらシオンも水着を着たらいいいと思いますよ今はダメ今はシオンねちょっと、ね、ダメ <laughs> 海辺にいたら水着いっぱいいらっしゃるので <laughs> そう写真集とかがもしシオンがビッグになって写真集とかシオンも撮ろうってなったら めっっっちゃ頑張ってて、ま、たもっと痩せてその時はでも痩せてるかもしれないけどなビッグになってるから <laughs> えそうなんだ韓国だと上半身 NG なの <laughs> でも別に人生で水着でこう写真撮ったりするのは。 別に人生で一回はいいと思いますよでも私はグラビアクイーンクイーンさんとかになれないから <laughs> ちょっと <laughs> ね落ち着こう落ち着こう落ち着こう一回原点とか <laughs> ねえ どんなどうなるんですかねママとパパに怒らないってえでもなんかシオンはあんまりこうママのパパの言,い言う通りにしない子なんですなんかこうしなさいこうやりなさいって言われてもシオンがやりたいママやりたい放題にやってるから 最初二本来たのもオーディションが最終まで4回があるからセレクションもあってさ面接とか書類面接あの歌ダンスセレクションもあるから4回がある中に日本に面接の段階に日本く行くのって最初は反対されてでもそれは人生でもう面接で落ちても人生で。 素敵な経験だと思ってもうやっぱり行くしかないと思って言う通りにしなかったんですねそれは <laughs> 反抗期じゃないよ <laughs> そういう自分の,かあのカリアとか自分のお仕事とかは私がやりたいようにやりたいから人生の夢とかねやりたいようにやりたいからそれはあの やりたいようにやってるけどママとパパの言う通りはやってるよあの普通の生活では言うこと聞いてるよちゃんと聞いてるよそう一度きりの人生なんですよキャリアですねキャリアですねそうなんか離れてるからママとパパと 本当に仲良くなった気がする <laughs> 家にいつも会った時はちょっと喧嘩もしたりしたけど怒られたりもしたけどなんか私あんまり泣く性格じゃないけどあのママとかパパと喧嘩とか怒られたら本当にすぐ泣くんですよ大好,きす大好きすぎてママとパパが。すぐ泣,く泣いたり悔しくて。大好きなのに喧嘩し するのが悔しくてて泣いちゃってでも他の友達と喧嘩したりあの他のなんかあっても絶対泣かないしよう。えありがとうございます私も NMB に来てくれてありがとうって言ってくれた入ってくれてありがとうって。 すごい揺れると思ったら手持ちですねはい手持ちでしたシオン興奮したらめっちゃもうこう揺れますよ <laughs> ママとパパ大好きでママ,のパママとパパの話したら興奮してた韓国語で会話ももちろんできますよ みんも手持ちはそのろちゃっこいっすよしおみんもいつかママになってママのパパの気持ちにわかるよってそうだから今のママのパパにを大事にしてる何人兄弟ですかお兄ちゃん一人としおんですこんばんはですめっちゃかわいいですね ありがとうございますそうお母さんとお父さんに公園見に来てほしいけど今はちょっとあかんですねえ握手会でオッパって呼ばれたいってそう韓国はお兄ちゃんのことをオッパって言うんです一人っ子じゃないんですお兄ちゃんがいますお兄ちゃんは韓国でいます お兄ちゃんは13個上なのでもう子供がいます最近10月7日が子供のあのいとこの女の子ねいとこの誕生日だったのであのペースタイム電話画面電話分からんけどあの1時間ぐらい電話した「ママはめっちゃ美人ですよ」 お父さんもめっちゃかっこいいですよそうなんですね13個はめっちゃ離れてますよいとこはあの2016年生まれなんですよえっ死を持ってなかった <laughs> え見る限りあのこうサバサバの サバサバの男系の女の子だったのであの仲良し男の子はいっぱいあったけど全然モテてなくて <laughs> 女の子にも人気でしただってめちゃめちゃなんかサバサバで面白かった芸,芸人さんでしたシオンはんじゃんばくとにねはいマグネマグネ末っ子ですシオンは。 だからママとパパにに本当に愛されてちょっとわがままの性格だったかもしれないけどこう一人で進んでみてたら本当にこうマ,マ,のパママとパパがの苦労を本当に知って本当にこれからはもう本当にもう申し訳なくても泣きそう泣きそう <laughs>、ね、また頑張ろうと思いました大事にしてママのパパとか。 家族のことを大事にしてしおも苦労しながら一緒に頑張ろうと思いましたそうなんですおっぱは87年生라요そうなんですねお兄ちゃんはヒョンですね男が お兄ちゃん呼ぶきひョン」っていう泣いていいよ <laughs> 泣かないよ師匠あんまり泣,い泣かない性格なの韓国に帰れないのは寂しいけどでも辛いっていうよりちょっと寂しいなって感じでもいつかは一回帰れる って思ってまた帰ったら一緒に家族とご飯食べたいなって大丈夫です塩はメンバーさんもいるしマネージャーさんとかスタッフさんも優しいので全然ホームシークとかなれない近しい見るとお兄ちゃん思い出すえんん <laughs> 全然全 <laughs> 然 そうなんですよねそう寂しい時ショールームしたらみんなこうコメントで一緒に喋ってくれてマジでこうまた元気が出るだからショールームを一回始めたら1時間ぐらいは本当にいけるし2時間もいけるしでもやりすぎたらあかんやから <laughs> ちょっと我慢してますよ。 そう、適当に買ったクマさんもいるしな。こっちに。おいい。みんなにも、こうコメントとか。みんな一っさん、いっぱ、いぱさん。いっぱい <laughs>。え、四分だ。いっぱい。やってくれて、本当にありがたいし。 他のメンバーさんとコラボやりたいけど,どうやり方はからへん <laughs> そうくまさんダイソーにおるからでもこれさ去年あ今年の春に勝ったんですよ1月ぐらいにだからいないかもしれないこのくま えそうなん七きの皆さんがしおんのことよく話してくれるん多分しおんがなんか多分しおんが変人だから <laughs> ちゃう <laughs> そうなんですねもう12月の28日になったらしおんは日本来て1年がた経つんですよもう1年が経ったんだと思ったら本当に時間早すぎて。 ままたたた来年もみんなななと一緒にいたいいって思いましたなんか時々さダイエットのことっていじってるけどな。いじってるけど韓国人 <laughs> 私のこといじってくれるけどでもいじられるの好きだから私いじめられるのな。 日本の方もこうやって <laughs> コメントでいっぱい話してくださったり公演見に行ったよとかコンサート行くよとか言ってくださって本当に助かりました <laughs> 日本の方は韓国のファンの方が何言ってるかわからないんですよね普段シオンがショールームするときに韓国の方はシオンに 何言ってるか言うとダイエットのことでシオンのをいじってる <laughs> なんか「今日アイス食べた」って言ったら「シオンダイエット中のな,なんだよな」とか言ってる <laughs> だからシオンがいつも「こうして静かにして」とか言って <laughs> でもなんか面白いから大丈夫よいっつも「またいじってくださいシオンちょっとそうえ ちょっとこっち側の女かもしれないからなんかそうねなんかスターさんとかにも「好きです」って言って「好きです」「結婚しましょう」って言って「やや」とか言,う言われるんですよそれが嬉しいなんか「振られた」って思って嬉しいなんかオは 片思い好きだから片思いして辛いのが大好きなの <laughs> いじられる子みんなに愛されるよじゃあまたいじられましょう <laughs> いじめられましょう <laughs> シオンのこといじってもいいよだってダメージないもん しお <laughs> めっちゃ面白いですねやった両思いになると冷める,るタイプおるよなえー、どうなんやろ両思いしお両思いになったことないからな <laughs> ジャンゴーおんまあんだえますよジャンゴーおんまはおるぐらあら 짱구 엄마 이렇게 생겼잖아, 봉미선 씨. 애 닮았나? 닮은 것 같기도 하고. 애좀 닮은 것 같기도 하고. 네, 뭔가 한국の方が 신노스케, 크레요 신짱의, 오빠 산 닌데르, 데, 닌데, 날, 캐, 데, 라, 사, 코, 나, 코, 츠, 노, 카, 오, 미, 라, 쩍, 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 塩面白くて好きなんですかやった <laughs> えー、しんのすけじゃあみさえさん <laughs> みさえさん大好きやけど <laughs> そのクマ夜に泣くてちょっとあの 箱入っちゃうなこ寧っちゃんねねねちゃんか韓国ではゆりですよ名前ねねちゃんか雲ボコボコしてるよななんかでもねねちゃんでも小学校の時にねねちゃんの真似してみたくてあのぬいぐるみちょっと殴ってみたことあるけど何にも思えなくてやめた <laughs> 腹立つ時にこう ぬいぐるみこうやったらちょっとストレスがなくなるかなと思ったけどあんまりなくならないなくならない。たりらはにこうねなじみえコムサケブルかなじみえコムサケブルかねねちゃんボコボコしてるのはウサギや。<laughs> 自分のうちウサギないからな <laughs>。<laughs> そうえもうすぐ5,000人になります5年この世界ではラグ慣れてる慣れてるあのあの中学か高校の時に仲良い男の子があのゲームの出てる誰々に似てるって言ってて。 シオンが知らないからさえなんか女の子のけキャラかなと思って検索してみたらさめっちゃバリおじさんが出てきてさめっちゃ嫌すぎて傷ついてさなんか男の子にめちゃめちゃ言った「おい!」ってあの「韓国の方」「韓国分であれじゃロール」ちょ「ジョン」「アジシ」「えあアジシ」 イサンケットグ毛繰り毛繰りも毛繰り毛繰りあのゲームのカエルのキャラも似てた似てるって言われてなんかカエルのキャラの名前がさ可愛い,い名前だったからえ私のこと可愛いいって言ってたんって思って検索してみたらもうバリカエルが出てきて <laughs> 誰や なんでカエルになんの <laughs> え、その男の子は絶対しおみンのこと好きって <laughs>。あのね、その男の子はほんまに仲良しでしおみンにいつも彼女のことをとか悩みで言ってくれるんよ。だからしおんのこと全然好きじゃない。全然好きじゃない <laughs>。カエルとおじさんに似てるしおみでもカエルは あの、昔から、毎回言われてて、ダメージないよ。カエル似てるってめっちゃ言われてる。実際に、カエルは似てるけど、かわいい女優さんもいらっしゃるし、大丈夫。大丈夫ですよ。なんか目がちょっとね、こう、丸、丸っていうか、ちょっと、カエル。カエル <laughs>。 カエルです今日は緑の服着てたし <laughs> えミン民ュさんそうちょっとカエルにちょっと似てるけどめっちゃ美人だからそうカエルに似ても似てても可愛い人もいっぱいおるよ <laughs> ケロケロ,ケロ,ケロ私カエル大好きやし。 カちゅウル大好き。日本はタレスチョケッタ。ちょっと、とっかけしたよ。AKB の AKB オタクセンオタカチして、独学した。両生流わからへん。はちゅう好き。両生流も好き。

話した。両生竜。お、両生類。両生竜。好き。好き。韓国人が関西弁。そう、染まりました。はい、五千人になったー。わーい。では発表。発表해주세요。무조건。人生は発表이야 人生は合格や <laughs> そうなんですトカゲも好きありがとうございますみんなみんなさっき大学の合格のを目指して頑張る人がおりましたのでみんな大学の合格を応援してくださいイエーイ またなんかみんなもやることあったらみんな頑張ってまたじゃあえの近いうちに今週今週今日何日やっけ火曜日か今日のうちにああじゃあ違う今週のうちにまたショールームをやるようにしますのでじゃあ今日はおやすみなさい みんなおやすみなさい。ああね、あれね。13位のしゃんさんをちょっとお祝いしたいと思います。いつも忘れちゃう。ごめんなさい。ね。13位。こもけんさんありがとうございます。パチパチパチプチ12位沼地さんありがとうございます。 11位、ナーさんありがとうございました。パチパチパチー10位、ナコちゃんさんありがとうございました。シュッテイカパノラマ9位、アン <laughs> おーい、ニックネーム変えろ。アンさんありがとうございました。<laughs> ニックネーム変えてくださいね。<laughs> 8位、 ジュンさんありがとうございました。パチパチパチ <laughs> 7位、おりあざしありがとうございました。6位、いるりさんありがとうございました。パチパチパチ5位さん、大阪丸さんありがとうございました。4位、元気くんありがとうございました。パチパチパチ3位、ともさんありがとうございました。表明惜し ありがとうございます。3。あ2位ミスミンさんありがとうございました。プチプチパチ？1位まーちゃんさんありがとうございました。プチプチプチ？あ、そしてね。モバメの返信は名前を書いてくれなくても、上に名前があの表紙されるから、みんなにそれを伝えたかった。みんな頑張って。 下に名前書いてくれるけど上に名前がおるのでもう大丈夫ですありがとうございますいつもいつもみんな忙しいのに返信してくれてありがとうそれではお腹空すいたのでお茶をめっちゃ飲んで寝ますバイバイおやすみいよおやすみ 방금 완전 개구리 어짜 바이바이